カイザーチーフスは、イギリスのリーズ出身のロックバンド。1990年代前半のブリッドポップ、特に初期ブラーやスーパーグラス、パルプなどからの影響を強く感じさせるポップで、キャッチーな曲調が特徴。長い下積みを経て、遅咲きの成功を果たし、2005年の UK シーンにおける新人レースの先陣を切った。 イギリス国民特有の皮肉っぽさにユーモアを交えた歌詞を英国調サウンドで鳴らす彼らは UK シーンにおける国民的ロックバンドとして人気を獲得している。2005年、シカゴでのロラパルーザで熱唱するフロントマンのリッキー・ウィルソン中学校以来の仲間であったニックとピーナッツとサイモンにリーズのクラブで知り合ったリッキーとアンドリューが加わって1997年に ラストン・パーバというバンドを結成して活動を開始した。しかしレコード契約を獲得するには至らず、ピーナッツとサイモンが学業から戻ってきたところでバンド名をパーバと変更して出直しを図る。パーバはベガーズ・バンケット参加のマントラ・レコーディングスと契約を果たし2001年から2003年にかけてシングル3枚とアルバム1枚をリリースした。 この頃は当時流行していたガレージロックバンドであった。しかし全く注目されないままレーベル閉鎖による契約解消という浮き目にあってしまう。その後、彼らはそれまでの楽曲を全て廃止、一からの曲作りを始め、周囲のバンドとは違ったスタイルの確立に専念した。そして、バンド名をカイザーチーフスに改名して再デビュー。2004年5月、インディーレーベルからシングル。 オーマイゴッドを発表。これが話題を呼び、続く2枚目のシングル、ライオットがヒット、一躍期待の新人として注目されるようになる。2005年3月、ファーストアルバム、エンプロイメントをリリース。アルバム収録の5枚のシングルの立って続けヒットなどにより、アルバムは全英ヒットチャートで2位を獲得。全英で200万枚を超えるセールスを記録し、アメリカでも評判となった。 同年、イギリス最大の音楽賞である、ブリッド・アウォーズで最多3部門を受賞したのを、はじめ、各音楽史上からも賞賛を受け、一気にブレイクを果たした。また、同じ年に初来日し、フジロックフェスティバルに出演した。2007年2月には、セカンドアルバム、アングリー・モブ・怒れる群衆を発表。前作の完全な続編として歌詞が統一された内容で、 初登場前衛1位を獲得。その人気を不動のものとした。さらに同年のフジロックフェスティバルにも参加。演奏中にステージから突然降り、近くの出店からスポーツドリンクを買ってきて、ステージに戻るという茶目っ気を見せるなど、グリーンステージを縦横無尽に駆け回るエネルギッシュなパフォーマンスを披露した。2011年6月、4枚目のスタジオアルバム、The Future Is。 メディバルをリリース。本作はアメリカではリリースされず代わりに収録曲を入れ替えて再編集したアルバムスタートザ・レボリューション・ウィズ・アウト・メガ2012年3月にダウンタウンレコードよりリリースされた。2012年12月4日ドラマーのニック・ホジソンがツイッター上でバンドを脱退したことを明らかにしバンド側もこの事実を認めた。翌2013年に 公認のドラマーとして、ビジェイ・ミストリーが加入した。2014年、通算5枚目のスタジオアルバム、エデュケーション、エデュケーション、エデュケーションオーヨーロッパでは3月31日に、フィクションレコードより、アメリカでは4月1日に ATO レコードより、日本では3月26日に、ホステスエンタテインメントよりリリース。前衛アルバムチャートでは、 セカンドアルバム以来となる初登場1位を獲得した。バンド名、カイザーチーフスの由来は、彼らが応援する地元リーズのサッカークラブ、リーズユナイテッドの主力 DF で、2002年日韓、W カップ、南アフリカ代表のルーカス・ラデベ選手が以前、所属していた、南アフリカの競合、カイザーチーフスから来ている。ありがとうございます。